今回のフィンテックトピックスは海外の話題です。分散台帳技術プラットフォームコーラムの新展開ということで、 JP モルガンチェイスから、コンセンシスへ売却されたというニュースを元にご説明したいと思います。2020年の8月25日に JP モルガンチェイスが、自社で開発した分散台帳技術、デジタルディストリビューテッドレジャーテクノロジー、のプラットフォームであるコーラムを、DLT の専業、スタートアップであるコンセンシスに売却したということが報じられました。で、具体的な内容としては、以下の通りです。まず JP モルガンチェイスが、知的財産の売却を行うということで、コーラムというのはイーサリウムをベースにして、同行が独自に開発したプロトコールですけれども、開発者のコミュニティに対してはオープンソースのソフト群として提供してきていますが、同行が確保している基本的な知的財産をコンセンシスに売却するということです。で、コンセンシスはもともと行っていたエンタープライズベースのイーサリウムのプロトコル技術をこのコンセンシス、コーラムというブランドで統合的に展開していくということを明らかにしています。また併せて開発者がコーラムを活用して次世代ネットワークを構築し、企業がより強力な金融インフラを構築できる環境を整えていくため、 JP モルガンチェイスが投資することによってコンセンシスと戦略的な関係を構築していくということも明らかになっています。イーサリウムをベースとしたコーラムですけども、単位時間あたりの処理能力、さらには取引の秘匿化といった金融取引の要件をクリアするために以下の特徴を備えています。プライバシーに配慮したトランザクションということで、全コンソーシアムメンバーがアクセスできるパブリックトランザクションと、特定のメンバーのみがアクセスできるプライベートトランザクションという2種類に分けていて、アクセス範囲を必要に応じて調整することが可能です。それからパーミッション型のブロックチェーンということで、承認された参加者のみがアクセスできるソリューション、コンソーシアムチェーンということで、ネットワークの参加ノードを管理することも可能となっています。それから高いスループットとファイナリティを担保するコンセンサスアルゴリズムを採用しているということで、まあ、複数のコンセンサスアルゴリズム、クリック POA、ラフトベースドコンセンサス、イスタンブル BIFT、IBFT ですね、こうしたアルゴリズムに対応して、まあ、インフラ構築の際に、最適なものを選べるというような仕組みを提供しています。このコーラムですけども、金融界では、注目されているプラットフォームの一つということが言えるかと思います。シンガポールのマネタリーオーソリティオブシンガポールが、実施した実証実験ですけども、プロジェクトウービンということでこの DLT の実現可能性を検証していますが、このフェーズ2の中では、金融業務への応用ということで RTGS リアルタイムグロスセットルメントの、実証を行う際に、3つの代表的なプラットフォームを選んで、その中に、コーラムも選ばれていました。その際にもコーラムの、実証についてはコンセンシスが、対応したという
歴史もあります。ちなみに、コーラムの他には R3 が担ぐコルダ、そして IBM が担ぐハイパーレッジャーファブリック、これらが、代表的なものとして選ばれています。そしてコーラムの実装例ということで、JP モルガンチェイスが、今までに実装した例ですけども、クロスボーダー決済に伴う情報のやり取りをスムースに行うためのインフラとして、インターバンクインフォメーションネットワーク IIN というものがあります。具体的な機能として今までに実装されているものとしては、決算に関する問い合わせが、実装されています。で、受け取り口座や受け取り人の情報を確認するという業務も、テスト中ということではあります。で、こうしたインフラに、まあ、300以上の金融機関が参加を表明しているということで、まあ、このインフラを、将来的に拡張していくと、場合によると、SWIFT のネットワークを脅かす存在になるのではないかなというような話も出ていますが、今の段階ではかなり限定的な機能を実装ということを想定しているようです。もう一つのコーラムの実装例としては、JP モルガンコインあります。 JPM コインですね。これは法人顧客に対して提供される新しい決済ツールということになります。米ドルの価値に連動させたデジタル通貨ということで、まあ、一種のステーブルコインというふうに言うことができるかと思いますけども、すでに開発を終えて、実用段階に近づいているということです。で、この JPM コインを使うことで、既存の決済システムの時間的な制約を受けないで、いつでもどこでも、法人が、決済を行うことができるということを謳っています。まあ、今回の、コーラムの所有権移転がどういう意義を持つのか、そしてそれぞれの事情としてどんなことがあるのかということで言いますと、まず JP モルガンチェイスとしては、自社で開発したコーラムの開発維持のためのリソースの確保がかなり負荷が増えてきているということがあります。まあ、一方でコーラムを、様々な業務に展開していくと、利用拡大していくということのために、JP モルガンの JP モルガンチェイスの色が、強くなりすぎているのではないかなということも、言われています。またコーラムを、開発するにあたって中心的な役割を果たしてきたベンダーのコンセンシスとよりその戦略的な関係を強化しようというような事情もあったということが報じられています。それからコンセンシス側の事情としましては、まあ、いわゆるブロックチェーンのブームに乗って、経営規模を拡大してきたんですけども、なかなか、それに見合った案件が、積み上がってこないというようなこともあって、昨年から、何回かにわたってリストラを実施してきているというようなことで、その経営改善を進めていくためにこのコーラムというのが、切り札になるのではないかなということが、考えられています。そして、JP モルガンチェイスとの、関係を戦略的に強化することで継続的な支援を得られるだろうという期待もあるようです。そしてこのコーラムをコンセンシス、コーラムとしてリブランディングするというようなことも、この、所有権移転に伴って、打ち出しています。まあ、こういった両者の事情を考えた場合に、
このコーラもグループ内だけではなくて広範囲に利用拡大を図っていくということが期待されるのではないかと考えられます。最後にまとめですけども、まず独自で開発を進めてきたコーラムを JP モルガンチェイスは DLT 専業のコンセンセスに売却することが発表されたと。まあ一つにはそのこうしたプロトコルを自社で開発するだけの体力があったということは非常に注目すべき点ですし、それをそのスタートアップに売却するという戦略的な動きをするということも注目されるべきことではないかと思います。そしてコーラムは金融分野での利用を想定して開発されたということもあって実用性が注目されていたということ、そして JP モルガンチェイスはいくつかの分野で実装を進めてきたということがあります。そして、まあ、本件によってコーラムの独立性が高まるのではないかな、そして応用分野が拡大するのではないかなということが期待される一方で、他の競合するプロトコルもこうした動きに対して警戒を強めているということもあって、また競争が激化していくのではないかなということも予想されます。まあ、そういう点でこれから金融分野においてどういった分散台帳技術のプロトコルが採用されてシェアを取っていくのかということは大いに注目されるのではないかというふうに考えています。まあ、このようにフィンテック分野での新しいトピックを取り上げてビデオを10分ぐらいで作っておりますので、またご覧いただければと思います。ありがとうございます。